どうも、アイチーです。声がこんなんで申し訳ないんですが、ちょっと喉をやってしまってですね、声が出ないというか、普通の声が出ないんですね。で、多分、休めよと思うかもしれないんですけど、ちょっと自分が今日この声になってしまって、ある思いを持ったんですよ。ちょっと負の感情なんですけど。で、それプラス、みんなからの相談を照らし合わせたときに、今日自分が思って考えたことを伝えることがちょっと誰かのプラスになるんじゃないかと思って、短いんですが少し喋りますんで、よかったらお付き合いください。でですね、何かっていうと、自分はですね、計画したことがうまく運ばないとイライラするっていう、ダメなとこがあるんですけど、例えば自分先週息子がね、風邪をひいてしまって撮影ができなかったんですね。で、なので今週、息子だいぶ良くなったんで今保育園行ってるんですけど、今週と勝負だなと思ってもう準備をしてたんですよ、結構撮影のね。でも、昨日からちょっとおかしかったんですけど、朝今日起きたらもう相当ひどくなっちゃってて、喉が。で、病院行ったんですけど、やっぱりダメで、薬はもらったんですが、そうで、ね、頑張んなきゃいけなかったのに、今週初っ端からこんなんでしちゃってしまったから、すっごい自分に対して腹が立って、もう何やってんだ自分みたいな感じだったんですね。で、メールを相談もらっていく中で、こうきっとみんなも、特に受験生ですけど、自分が思ってるようにうまくいかない、うまく思ってるより頑張れない自分がいる、サボっちゃう自分もそうですけど、とかその焦りとか苛立ちとか、そういった感情から、もともとね、その感情から派生した悩みっていうのがたくさんもらってて、で、ああそれを見た時に、ああそうだよなって、あ、自分もこうなってんだよな、でじゃあどうするかって思った時に、やっぱりまず深呼吸しようかって思ったんです。自慢したんですけど、深呼吸ね。で、焦りと苛立ちっていうのは基本的にプラスになることはないです。みんなにとってプラスのエネルギーになることはないと思います、もちろん焦ってさ、じゃあ頑張ろうだったらいいんですけど、やっぱ足を引っ張られるというか、モチベーション下げられることの方が多いと思うので。で、焦っても、例えば自分だったら仕事は先に進まないんですよ。動画を撮ることはできないんですね。焦っても勉強できるにはならないんですよ。焦っただけじゃ、苛立っても同じです。で、まず落ち着く、深呼吸して、で、今自分が何をできるのか、何をするべきなのかっていうのをもう一回考えましょう、で、自分の場合だったら、当然なんですけど、まだこの喉を治す、ね、で、それプラス、今これ今動画撮ってますけど、勉強動画ちょっと撮ることができないのでなので、板書の準備をするとか、他のね、動画を作る上でやることは他にもあるので、それをやろうって、そう、今週撮影いっぱいするって決めてたけど、まずできないけど、そっからでしょって、イライラして、あ、なんだ、足を止めてたら何も変わんないじゃん俺って思ったんですね。そう、だからそれをみんなにもちょっと伝えたかったです。はい、多分また同じような状況なので、よく喉こうやってやらかしちゃうんで、ここまでなったのちょっと久々なんですけど、で、また多分イライラすると思います、きっとなった時に。とでもそれはいいと思うんですよ。みんなも今ね、例えばこの話を聞いてちょっと頑張ろうって思ってくれたとして、でもまた明日の朝落ち込むかもしれない、いいと思うんです、それは、ただ落ち込んでる時間とか、焦ってる時間とか、悩んでる時間とか、イライラしてる時間とか短くしていきましょう、ね、早く気づこう、ダメだって、ちょっとスイッチ変えていこう、視点変えていこうって、やっぱりそういう時間もったいないです、と思うんですね。さっきも言ったように、イライラしても何も変わらないので、結構そういったイライラしてるというか、イライラとか焦りとかから来る悩みを持った子がすごく多いなっていう印象なんです、最近。そう、だからきっと自分が今すべきこととか、今自分だからで今できることっていうのは、きっと自分にしかわからないと思うんです、みんなにしか。そう、だからみんなももう一回ちょっと落ち着いてね、イライラすると思うんだけど、ちょっと落ち着いてさ、で、もう一回見つめ直して、ひとまずできることからやりましょう。自分はよく言うんですけど、僕、俺たち人間なんで空飛ぶことができないんですよ。普通に羽生えてないし飛べないでしょ。何言いたいかっていうと、例えば山を登りたい、高い壁があってそこを登りたいとした時に、空飛べりゃピョンって楽なんですよ。そう、空飛んだら山の頂上行って違う景色がすぐ見えるかもしれないんです。でもそれはできないんです。うちらは一歩一歩足で歩いていくしかないんです。この一歩一歩なんです、やることは。そう、明日朝起きた時に数学がめちゃくちゃ解けるようになるとか、
そういうことは起きないんですよ。一問一問解ける問題増やすしかないんですよ。そう、自分も一個一個動画を撮るしかないんです、ね、明日の朝起きたら登録者が100万人超えてるとかないんです、絶対に。そう、だからその一歩一歩を大事にする。で、その一歩を何を踏み出すのか、何をまあやるべきなのかっていうのがすごく大事になると思うので、自分もそうですけど、みんなもぜひね、一歩一歩、自分の踏み出す一歩を大事にして頑張ってもらえたらと思います。はい、多分この動画がみんなの目に触れてるってことは、自分がチェックをして一応声がね、みんな聞こえるかなっていうことでアップしてると思います。ただそれでもすごいね、聞き苦しかったと思うんで、本当にね申し訳なかったんですが、最後までご視聴いただきありがとうございました。ひとまず喉直して勉強動画再開しますので、またそちらの方もぜひねよろしくお願いします。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。お前に言われたくねえよと思うかもしれないんですけど、みんなも体調管理気をつけてね、体が資本ですから、自分も早く治して元気な姿見せれるように頑張りますね。